スクラブル。スクラブルは1948年にアメリカで作られた単語を作成して得点を競うボードゲームである。なお、英語版に加え、現在ではフランス語、スペイン語、ロシア語等様々な言語で発売されているが、香港ではもっぱら英語版について取り上げる。その起源は1938年に歴史執行、ベースにクロスワードパズル的要素を付加した。 クリス・クロスワーズである。ちなみに、この頃からずっと文字コマの枚数と得点の割り当ては変わっていない。弁護士のジェームズ・ブルーノが1948年にボード上に倍率が設定されたマスを追加し、ルールを簡略化して発売した。1953年にジェームズはこのゲームの権利をセルチャウアンドライター社、今日も マテル氏会社として存在しているに売却、イギリスやオーストラリアでも発売されるようになった。セルチャウライター社は1986年に、権利をコレコ社に売却するが、ほどなくして、ハズブロ社に渡っている。米国では、今でもポピュラーなボードゲームの一つである。日本各地においても、定期的にスクラブルを楽しめる場が用意されている。メディアでも年に数回取り上げられるようである。 一ラジオに新聞3海外における反応、反響。スクラブルのボードは15月15のマスとなっており、このマスにアルファベットの文字が書かれたコマを置くことでゲームは進行する。通常のマスの他に4種類の色のついたマスが存在する。これらの特典は新しく置かれたコマに対して有効である。コマは27種類あり、アルファベットの各文字と空白で、 合計100枚である。文字によって得点が異なる。ないはその文字のコマの枚数。空白のコマは使用時にどの文字として使うかを宣言する。通常はその単語を構成するすべての文字のそれぞれに書かれた得点を合計するが、ボード上の青や水色のマスに文字が配置された場合、その文字については得点が2倍もしくは3倍となる。 ピンクもしくは赤のマスに文字を配置して単語を作った場合、単語の得点計算が終わった後でその単語の得点を2倍もしくは3倍する。最初に単語を置いたプレイヤーは中央の印のマスを含む形で配置するため必然的にダブルワードボーナスを得ることになる。場所や単語によってはこの両方の得点が複合することがある。 山にコマが残っているうちは手元には7枚コマがあることになるが、この時に7枚すべてのコマを使って単語を作った場合には、ボーナスとして50点が入る。この50点のボーナスは得点計算において最後に加算される。このボーナスをアメリカやカナダでは、ビンゴと呼ぶ。以上が単語を作成した際における得点計算である。理論上、 ボードの角から中央まで8文字の単語を作成して、ダブルレター1つ、トリプルワード2つを獲得しさらに、ボーナス50点を得るということ可能である。この場合、まず、ダブルレターを含む、各単語の文字それぞれの得点を加算し、トリプルワードの得点を2回得ているために、単語の得点を9倍することになる。その上で最後に7文字使い切りのボーナス50点が加算される。 右の画像は i-15 に置かれた r を使用し、手元の pinces-s 画像中で緑囲みで示すを使用してプリンセス、王女を作成した例である。この際に o-8 から o-14 までに作成されていたセクションの後ろに s が付けられ、複数形のセクション数が同時に成立した。この時の得点計算は以下のようになる。 なおこの例において、セクションスの1文字目の S に対する、トリプルワード及び I に対する、ダブルレターはすでに適用されているため改めて、適用されないという点に注意を要する。山のコマを使い切った後誰かが、手持ちのコマを使い切った場合、手持ちを使い切ったプレイヤーの得点に、他のプレイヤーが持っていたコマの得点合計の2倍が、加算される。スクラブルでは、A 単語を、 ボード上に作ることになるが、すべての単語が認められているわけではない。一般的なルールでは、ハイフンなどの特殊な記号を含む語や固有名詞を認めない。ただし、固有名詞の中には、同じスペルで別の意味を持つものがあり、それについてはその別の意味で認められる。例えばジャパンは、日本であると同時に、漆器でもあり、スクラブルにおいては、漆器として認められる語である。 なお、各種の活用型については全て認められるため、単数型で、ボードに置かれた名詞の後ろに S をつけて、複数型を作り、その S を含む単語をそれと交わるように置くことで2つの単語でポイントを得るという行為は立派な作戦として認知されている。戦術の特典計算の一例では、プリンセスを作成するときに、末尾の S を利用して、セクションスのポイントも得ている。 公式大会のルールでは、あらかじめいくつかの辞書から2から8文字の単語を集める形で編纂された専用の辞書が一般の辞書と共に用いられる。この専用辞書の中でも特に使われるものは2つあり、1つはオスプド、もう1つはオスワである。また、この2つを合成したものが使われることも一般的であり、ソッパズ、双方の略表記の文字を並べ替えたものもしくは、 オスウィーと呼ばれる、後者の賞はイギリスでの故障。対番国では、毎年6月下旬または7月初旬に、全世界から、スクラブルのエリートプレイヤーが集い戦う2014年スクラブル、日本選手権決勝ラウンド、神戸。2016年スクラブル、日本選手権、第25回大阪。1スクラブルまたは、スクラブルと関された、ボードゲーム、1、2、 2、類児の英語ゲーム、1英語スペラ。スクラブルまたは、スクラブルと関された、オンラインゲーム、オンライン対戦サイトの不死を参照のこと。1ターンにおける、史上最高得点をマークした単語はキャジー X である。この単語の1、8文字目を赤いマス、5文字目を、水色のマスに配置することで33プラス50、イコール392点を記した。 この記録は1982年にイギリスで記録されている。レコーズ内のハイエストワードスコアナスパ、北米スクラブル選手権、協会、2016年9月6日閲ずらん。公式に記録され、さらに公式発表された一試合最高得点は、876点である、ナスパウェブサイトザキューオレム・ブ・レコーズ、手前の段落の1049点については、 ソースの正確性が確認できない。スティーブン・キング原作の映画、クリスティーンの冒頭で、主人公らがスクラブルに興じる場面がある。他に、福岡市、下関市、山口市にもスクラブル団体がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。